こんにちは、サラリーマン YouTuber 第10話なんですけども、ここでね、ちょっとご質問させていただきます。1月もうすぐ終わるじゃないですか。1月はいくらの売り上げになりましたってことなんですよ。ビジネスを始めたということは、始めたその日から稼ぎ始めるってことなんですよ、ね。これは小学生でも中学生でもないんですけども、例えばね、コンビニのバイトに行くじゃないですか。初日に給料って発生しますよね。だから自分でビジネスをやってると思うんだったら、初日から最初の1時間、最初の10分から売り上げ上げてコンビニ以上なんですよ。もしくはコンビニと同等なんですよ。もしね、ビジネスを始めたというふうな自覚があるのに、この1月末になってでも全然稼げてないとしたら、これは先暗いですよ。だってビジネス始めたわけでしょ。作業するのが仕事じゃないですからね。会社と違うのはそこなんですよ。会社ってのは作業すれば、なんかよくわかんないけど成果が出なくてもお金は強制的に振り込まれるんですよ。でもビジネスをするってことは、誰かのお財布を開かして、そこからお金を取ってこないといけないんですよね。ズバッと言うと、それをだからどこまでやってるかってことなんですよ。で、最初からうまくいかないっていうのももちろん事実です。でも最初からうまくいかないと言えるほど、そんなにね、今まで、仕事やお金に対して向き合ってこなかったのかなっていうこともやっぱり反省しないといけないですよね。だから数年前から、例えば3年前からね、3年後は毎日1000円でも稼げる自分になるぞって思って、そのための行動していれば、今1日1000円稼ぐことはできたというふうに思いませんか？ね、思いますよね。いや、思わないといけないですよ、これは。だってこれから1年後にね、年収500万になろうとしてるわけですよ。少なくともそう宣言したわけですよね。ってことは、1年後の自分が年収500万を稼いでるっていうイメージをしないといけないし、それをより具体的にね、何を売って誰からお金をもらってってことが今想像できないといけないんですよ。でも残念ながら今、何を売ってなのも手にしてない、誰からお金をもらうかも手にしてない。そもそもですね、自分のビジネスをどのフィールドでやるかってこともいまいち自覚できてないんじゃないかなと思うんですよ。でも必ずやってほしいのは YouTube ですね。 YouTube というプラットフォームを使って、例えば YouTube でブログを紹介する、 YouTube で Twitter を紹介する、 YouTube で何々を紹介する、こういったことが YouTube でならできるんですよ。おそらく経験があると思います。 YouTube の呼びかけに応じて商品を買ってしまった、 YouTube の呼びかけに応じてどっかに集まってしまった、こういうことはもうすでにあると思うんですよね。ということは、すでにそのノウハウを体験してるんですよ。ビジネスを体験してるんですよ。じゃあこれを使っていきましょうってことなんですよね。確かに YouTube には人の気持ちを動かす、そんな力があります。でも YouTube がその力をくれてるわけではありません。自分が人に対してどのくらいその心をね、垣間見ることができているのか、そして自分の素直な気持ちをぶつけていけるのかってことですよね。だってビジネスするってことはお金が欲しいわけじゃないですか。お金くださいって話ですよね。お金をくださいっていうのがセールスですからね。だからこれもやっぱり攻略していかないといけない。その中で今日はいろいろ話しましたけども、1月末の売り上げ、さあ一体いくらを目指していくらになったんでしょうかってことなんですよ。そもそも目指していないっていうところにいるんじゃないかなという不安があるんですよ。だとしたら2月の10日でいいんで、2月の10日までに何をするのか、いくら売るのか、どのぐらいのアクセスを目指すのか、こういうところを意識しながらね、次の1秒を過ごしてもらいたいなということでございますね。嘘でも冗談でもなくて、このやり取りしてればお金稼げるってわけじゃないんですよ。この動画を見れば稼げるってわけじゃないんですよ。私が今やっているお金を稼ぐってことをやるから稼げるんですよね。で、それは私が代わりにやってあげることじゃないんですよ。私は目の前でそのやってるところをお見せすることができますけども、実際に手や足を動かすのは誰なんですかってことですからね。ということで、今日もね、サラリーマン YouTuber、 心に響くメッセージを送ったつもりなんですけども、いかがでしょうか。チクチク、いていていて、あ、そうだ、しまったとか思ったんじゃないかなと思います。チクチクと思ったってことは可能性があります。なぜならそれを克服しようと思ってるからそう思うんですよ。痛えなって思うってことは、痛いと思うことは何とかしようと思ってるからなんですよね。だからそれをね、始めてもらいたいと思います。まあそうですね、 YouTube でアクセスを取っていけるかどうかってことですよね。今ね、 YouTube をもう一般公開動画にして、さあさて何アクセス稼げてるのか。私は1回しか再生しませんからね。ということは、それが2になっているとしたら、他の人が見てるってことなんですよ。他の人がね、まあ近々自己紹介の動画を改めてね、撮っていただくことと、あとは2月の何日でしたっけね、ズームライブの、そちらの方もね、宣伝をもうご自身でもされてくださいね。では、いってらっしゃい。